っと追いついたぞ、このインチキ教師。おわ、逃がされぞ。のこのこ後を追ってくるとは、やはりまだガキよ。まんまと我が策略に引っかかりおったわ。あ、策略？見よ、これが神の力よ。これぞ我が力。国家錬金術師といえど、これにはかなうまい。お前たちを倒し、今こそ私は神となる。勘違いもそこまで行くと笑えねえぜ。意地がなきゃ何にもできねえ土産品が、あんたの野望ごと打ち砕いてやる。神の力ってのも大したことねえんだな。貴様、降りてこいよ道山流。格の違いってやつを見せてやる。このガキ撃ち殺せ。こっちだ、ハル。このガキが、言っただろ、格が違うってよ。私は諦めんぞ。この意志がある限り、何度でも奇跡の技で。リバウンドだろ。腕の一本や二本でギャーギャー騒ぐな。それより石だ、賢者の石を見せろ。兄さん、石が、ま、石が壊れてる。なぜだ、完全な物質であるはずの賢者の石がなぜ壊れるんだ。もしかしてこれって偽物？偽物。
やっとお前の体を元に戻せるかと思ったのにな。僕より兄さんの方が先だろ。オートメールはいろいろと大変なんだからさ。しょうがない。また次を探すか。そんな、なんてことしてくれたのよ。ロゼ、これから私は何にすがって生きていけばいいのよ。教えてよねえ。そんなこと自分で考えろ。立って歩け。前へ進め。あんたには立派な足がついてるじゃないか。ちょっと待てよ。どうしたのお兄さん。コーネルのやつ、偽物だとしても一体どうやってあの石を手に入れたんだ。そう言われてみればそうだね。じゃあ本人に聞いて。なんだ。がやったのか。消えちゃった。なんだよ、一体なんだってんだ。